ヨースト・ギッペルト、ヨースト・ギッペルトは、ドイツの言語学者、コーカサス学者、著述家。フランクフルト大学実証言語学研究科で、比較言語学の教授を務める。ベルナール・ウティア、ヨースト・ギッパート、ビンフリート・ボダー・ノルトラ・インベスト・ファーレン州の、ビンツ・ニーガー・ベニガーン出身。1972年に、エッセンのライプニッツ・ギムナジウムを卒業し、 1972年から1977年まで、マールブルク大学及び、ベルリン自由大学で、比較言語学、インド学、日本学、中国学を学ぶ。1977年、インドヨーロッパ初語の不定詞形成の統合法に関する、論文で博士号を授与される。同年から1990年まで研究員として、ベルリン、オーストリアのウィーンを呼び、 ザルツブルクの大学に在籍し、講義も行う。東洋計算言語学の研究補助員であった1991年には、バンベルク大学において、アルメニア語とグルジア語における、ペルシア語からの借用語についての研究論文で、教授資格を取得する。1994年以降、ギッペルトは、フランクフルト大学で、比較言語学の教授として、教弁をとっている。 1996年より、グルジアのゲラティ科学アカデミー、また2007年より、ベルリン・ブランデンブルク科学、人文科学アカデミー、言語部門の会員である。また、1997年に、グルジアの首都トビリシのスルカンサーバ・オルベリアに大学の名誉教授に、2007年に、同志イバネ・ジャバヒシュビリ大学の名誉博士に、2013年には、同国。 バトミヌショタルスタベリ大学の名誉博士に任命されている。フランクフルト大学で比較言語学教授に就任して、以来、ギッペルトはインドヨーロッパ諸語及びその歴史と語源学、一般言語類型論のほかコーカサス諸語を主として研究している。コーカサス諸語については、過去に様々な国際研究プロジェクトが彼の指揮の下推進されている。彼の研究は、 歴史言語学、言語類形論、電子テキストコーパス、マルチメディア言語ドキュメンテーション及び、電子写本分析に重点を置いている。ヨースト・ギッペルト、バトミの大学、2013パリンプセスト・リサーチオン、マウント・シナイ・ギッペルトは、タイタスプロジェクトの創設者でありリーダーである。1987年の創設以来の、当プロジェクトの目的は、 原文のまま記録されたコインド用6%及びそれに隣接する言語の資料の完全なデジタル化である。1999年、彼はコーカサス諸語の資料の包括的収集を目的としたアーマジープロジェクトを発足させ、このプロジェクトは後にグルジア国立コーパスを生み出すこととなる。2010年よりギッペルトはローウェイプロジェクトの一環として、 ヘッセン州デジタルヒューマニティーズテキストベースコーポラの統合処理と分析センターを主導している。当センターはフランクフルト大学とダルムシュタット工科大学の共同運営でフランクフルトのゲーテ博物館が講演している。1990年代半ば以降、ギッペルトはベルリンのトルファイコレクションのトカラ語文書に代表されるような写本のデジタル化を目的とする。 様々なプロジェクトに従事する中で、東洋の写本に研究対象を移していく。また、彼は、市内産で発見された、コーカサスアルバニア語によるパリンプセスト等の写本の編纂も行っている。2009年、ギッペルトは、ハンブルク大学の研究グループ、マイアスクリプテクルトゥーレンに、客員教授として携わる。2013年の夏には、 ペトラ・カッペルト・フェローとして再び、ハンブルク大学に席を置き、エンサイクロペディア・オブ・マニュースクリプト・カルチャーズ・オブ・アジア、アンド・アフリカ及びビンラン・コンパラティブ・オリエンタル・マニュースクリプト・スタディーズの編纂に参加している。ありがとうございます。